一応成人したけど二十歳ではないんですけど。ですよね、間違えてますよね。今日はメイクします。今からメイクをしていきたいと思います。パチ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 していきたいと思います。すごい、そんなんあるんや。でも今日はちょっとお休み、メイクお休み、お休み会、お肌お休めの日なのでファンデはしませんって感じ。下地も塗りません、もういいです、適当で。下メイク配信見れない、ああ仕事頑張ってね。というか今日はちょっと雑メイクの日、雑メイク配信です。雑メイク配信、寝てます、あ泣いてます、犬猫が。今日マジめっちゃ寝た、ほんまに久々のオフやったから最高でした。お餅はもう作り終えました。やばい、サイクリップついてもった。前髪もちょっとなじませて終わり、土台終了です。一旦今日は雑メイクで許してもらってって感じですね。どんなメイクしようかな今日。雑い時は眉毛描かないです。眉毛描かずに、前髪があるからもう眉毛は描きません。チークは塗ります。え、かわいい、それ今日だけなんかな、昨日までなかったから。それもちつきはもち米で棒でしました。はい、正味すっぴんでも、すっぴんでもっていうか、なんか雑なメイクでもアイメイクをちゃんとしとけば大丈夫説です。説があります、私の中で。眉毛こうやってやってチークかーって可愛く刺そうとしてないな、レナのこと。ちょっとなんかアレルギーで、なんかそう辛いです、目とくしゃみ的な。毎年お餅、いやなんかもち米が家にあったら作ったりする、普通にお正月とか関係なくって感じで、まあ、とりあえず前と一緒、一発目から。あ、それ成人おめでとうやん、絶対。涙袋詐欺をさせていただきます。はい、すいません、詐欺しちゃってます。はい、すいません、詐欺らせてもらって、でもしっかりぼかすっていう。強い心を手に、トイの10分配信、あーならんかった、推しになってない。でえ、ほんまやん、今日俺、待った、ありがとう、しかも可愛いやつ、嬉しい、おめでとう。マジ、嬉しい、ありがとう。ちょっとびっくり、ありがとうなんですけど、なんかレナの配信のいいところは、なんかレナだけか分からへんけど、
あのタワー送ってくれた人がおったらなんかみんなも一緒に喜んでくれるっていう。ありがとうね、かわいい、めっちゃ。加入して100日かな、うん、オーディションの頃合わせて100回なん配信。加入して100日なんはなんか誰かがやってくれとったけど、それでも100なんかな。ありがとう。嬉しいね、嬉しい嬉しい嬉しい。名前言いそうになる、名前言ったらあかんねんな。でもオーディションの時からずっと応援してくれてたので。ってことは100回配信と100日がレナは、ってことはさ、レナが SKE に加入して今日で100日なんですよ。で配信も今日で100回目。全然計算してないで、これはこれは計算してないんですけど、そうなんや。知らんかった。でもなんか毎回ちょっと数えてくれとって思ったら感動しちゃう。マジか。調整してない調整してないけど、狙ってない狙ってない。ミラクル普通に、ちょっとびっくりしそう普通に。それな、天才じゃね。いや数えとったらな、でも数えてないから奇跡なんやけど、マジで。なんかあの今日で配信100回目だよねって来たから、あそうそうって思ったけど、加入して100日と間違っとんかなと思って、で今日加入して100日なのはなんか計算してくれと見たけどと思って、だからなんか間違えてないかなと思って遠回しに伝えたら、あるらしい。マジか。ありがとう。計算オーディションから言ってたまあまあこれもね計算ってことでみんながそんなん言いますから100回したらしい。オーディションの頃入れてかな、でも多分。びっくりした、ありがとう、ありがとう。マジで更新されたかな、更新されましたかね。壇上ちょっと横画面じゃないと見れへん。あ、見えた見えた。あ、スクショタイム行ってきますか。あ、ちょっとじゃあメイクしてからでいいですか別に今日はちょっとメイクあんまりせえへんつもりやねんけど。ありがとうね。で、あのトーク会の時も来てくれてって感じですね。オーディションの時からしかも毎回入ってくれてるんですよね。マジか。10回以上見てると思うねんけどね。可愛いよなこのクマさん。桜がここについてます。びっくりした。でも配信100回目なんや。レナそれ気づかんかった。普通に訪問回数一番多い人100回だからそうな。中吉なんかいここでここで中吉な普通大吉出るとこやろね、でもあれなんや、すごいな、ミラクルじゃない普通に。100回なんや、知らんかった、全然知らんかった、すごい、ありがとう。おみくじも中吉ですけど、まあ、今日じゃないだけ、今日そうそうそう大吉こんかったけど今日じゃないだけマシね、思った。いやでもなんか壇上におったりここに画面に映るからなんか今日も来てくれとるなってレナは思ってたね。あんまり嬉しい、嬉しいですね、嬉しい。そうオーディションの時もね、最後の日かな、そうになんかまた会えますようにギフトをくれましたね。そうやばい、アレルギーで涙が出て涙袋がかけへん、ちゃんと泣いてもええんやで。あ、これはアレルギーじゃなくて嬉し涙です
マジさ、涙出とったらメイクできませんね。ちょっとびっくりしました。びっくりした、マジで。100回なんやるの今日で、知らんかった。100日目ってことかな、じゃなくてなんか一部二部三部的な合わせて100回ってこと、分からんけど、それは違うか、それは違う。なんか昨日のさラメがねえ、嬉しくね、普通に。加入して100日なんは知っとってん、だからそれかなって思ってたんですよ。私は1日2回とかした日はその1回目だけのあれかな、ことがで100回ってことなのかな、分からんけど、違うかなってことですかね。回数、どういう回数。そうやねん、加入して100日らしい。それはもともと知っとって、けど忘れとった。あ、900日なんやとか思って、なんかへーって思ってただけ。回数が100回なん、あ、1日2回したら加算される感じの。ねえ、嬉しい。ってことあれな、あれやん、余計計算ってさ思われるやん、それ。昨日か一昨日3回ぐらいしたやん。今日に向けてなんかさ、あのこいつ100回狙ってんじゃねえってもしかして思われてた。じゃあ思われてたかな。ってことはだからみんな狙っとうって言っとったんやん、そういうことか。計算高いぞ、書き本。やめて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 、ちょっとちょっとちょっと、そういうとこないですから。ないですないです、ちょっと肯定線取って、肯定。マジでびっくりした、普通に。ちょっとみんなちょっとおかしいよね、ちょっと1ミリも信じてくれてない感じ出てるんですけど、私のこと。ねえ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 、待った、見て、壊れた、壊れたんですけど、ほら取れた。どうやって直すんこれ。どうやって直すんの、直せばいいんですかこれは。いや、ブーちゃん逆さから取った今日。割れてんじゃねえ、もしかして。これ治らん系かな、治るかな。いや、壊れたの計算ちゃうな。壊れたとこからこんにちはした。もしかしてこれは新しいやつまた買い直せっていうあれですか。ね、やだ。ちょ蓋壊れたら使えへんくなるって。普通に愛用してんねんからやめて、そういうのな、そういうのやめて、普通にやめてくれ、そういうのはお願いだから。来たかな、来た来た来た、やばい、どうしよう、ほんまに使えへんくなった。ほら割れた、無理、普通に。ねえ、誰か助けて。誰か助けて、誰か助けてくれ。無理じゃねこれ、入らんくね。接着剤使うしかないのかこれは。来たくね、来た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 、あ、無理やった。ほら見て、どうしたらいい、ほら。ほんまは直せるけど、ほんまは直せるけど直せないみたいになっとうってこと。いや違うんですけど。違うんですけど。
最悪どうしよう。でもなんかさ、あのちょっと割れとるんよな、だからかな、ほらわかる、ここちょっと割れとるの、これがあかんのかな、どうしよう。まあいいや、もう割れちゃったので、おもろくないこれ、キラーンって感じで。え、そうハマらへんねんな、なんかなんかハマるようにはなったんやけど、そうか弱い女なんで、ちょっとこういうのつけたら、あのあこういうの取れたらできないんですよってことで、化粧していきますめんどくさくね今日、めんどくね普通に。嬉しいね、でもそうやってさ、なんかレナよりあの数えてくれとう人がおったり、なんかレナが思いもよらないことでなんかちょっと喜ばしてくれる方が多い気がするんですよ、私のルームは。どう思います皆さん、私はそう思うんですね。はい、え、メイクって言ってない、え、なんて言った、あれな、化粧って言ったえ、そうやねん、このまま絶対ポーチ入れられへんやん、なんかやばいなと思って、でもあのスクショタイムしようと思って、だからメイクしますって言ったら、あのみんな結構な、メイクしなくても可愛いよ、分かってるよっていう流れになるからいつもっていう流れをあのやらせてもらってるので、いつも、はい、そういうお得になれるように頑張りまあとはレナの推し、レナのことを推しにするだけなんですよね、はい、そういうファンにはもう慣れてるんですよ、一応慣れてるけど、あとはレナのことを推しにするだけっていう。目のキワ塗ります目のキワを塗ります、ここ。あーね、神社行ってたよな、あ、そうさっきあのおみくじくれた時に言おうと思って忘れとったね、神社行ってたよな、え、てかああいうあんな石があるんや、レナ知らんかった、あの石があるの、そう知らんかった、なんか自分のことエマに書いてくれるのって嬉しくね、普通に普通に嬉しくない、なんかそれのあれでなんか見に行こうとかさなるやん。これは二重ラインを書いても書きました、うん、ふふないね、ふふないの、いいよもう推しってな、あの言うだけでいいねん、押してるよって言うだけでこっちは嬉しいから、そうこっちは嬉しいので、はい、じゃもう一回チャレンジしてみていい、これもう一度だけチャレンジしてみます、めっちゃあれやから、なんでどうしたらいいんこれ、こうか、ほんでこういう感じ、あ、だからまずこっちからか、まずこっちからや、そういうことか、でもめっちゃむずくねこれ、レナちゃん優しいな、いやいやそれは私が言うセリフなんですよ、みんな優しいねっていうね、押してなくても押しって言えばいいの、そうそうそう、そしたらあのこっちは嬉しいやんな、嬉しい気持ちになるだけであのちょっとストレスっていうストレスはちょっと解消されそうな気がするじゃん、え、何なんて読む、歌歌なんちゃら、あれあれ石ですよね、あの石、あんな石があるの知らんかった、ちょっと行ってみようって思いました、かきれながじで嬉しい嬉しい嬉しい、ちょ最近言ってくれとうよな、なんか変な絵文字とともにねえ、なおらへん、え、これ無理じゃね、もういいわ、後で直します。
あ、誰にでも言えへん。つまり俺らにストレスない。いや違うって、違う違う。え、何やったっけ、ハズ神社、あ、ハズ岬。変な絵文字なんですよ最近ね。ココハが好きらしい、その絵文字。最近ちょっと変な絵文字使ってるんですよ。その前まではなんかレナのメールの絵文字やったねんけど、なんか最近か変わった、ココハ絵文字に。で、今からアイラインとまつげをしていくんですが、私はね、あの雑メイクの時はあの下まつげ、はずみさき、あ、よく読めた、お、正解じゃん。あのこれ下まつげをしっかりするので、あのはい、これを使います。ホットビューラー名前出てこんかった。ホットビューラーを使います。温めます。今え、出かけもないかな。あ、でもちょっとスーパー行くかも。っていうか普通になんか今日はあの肌がしんどい日なので、昨日結構長時間メイクしてたから、だからお休みモードです。お肌ファンデなしだけやけど、あー、ちょ、もう無理、アイラインがうまく描けないですね。そこの間羽豆って言って、なんかみんなにめっちゃ言われたから、ちげえよはずだよーみたいな、怒られたんでみんなに。そう、怒られましたのでお勉強させていただきました。はい、肌白くないです、そんなに、そんな白くないです。スーパー玉で知らんの、ほんまに関西。あー、もう最悪、アイラインでんくなった。え、ここに暖房あんねんけど、このアイラインさ、一瞬でも暖房当たったらでんくなんねん。イライラしないよイライラしないよということで、こっちはアイラインかけましたが、こっちは書いてないんですが、まあそれはいいですね、置いといて。さあ、そろそろ、まだですね、はい、時間がかかります、この人は。はい、ということで、あのいつものこれをやります。あ、絵馬描いてくれてたな、あれ嬉しかった。最近まつげパーマしてもうすぐ数週間が経つんですけど、今日2部、え、ないかもないかも、ないかもです。ワンチャン、分からんけど、ワンチャンある、ワンチャンない、夜の予定によりますね、私の。オッケー、え、しよっか。今ちょっと無理して見てくれてる感が半端ないんですけどなんかそれが伝わってるんですけど、私に。だからしてあげた方がいいよな。みんな今日から仕事かな、まあ、仕事によっては全然めっちゃ前から始まってるってところもあると思うので、え、そう、2、3週間経ったらもうバッサバサになってくんねん。そう、だから毎日美容液はちゃんとつけるようにしとんねんけど、ちょっとめんどくさいから、とか、あの寝る時とかはつけへんから、ほんまはつけなあかんねんけど。あ、車、あー、お守り、え、そうなんや。じゃあみんな結構あのあれなんやな、あの愛知とかいう人は行くねんな、そっちに、その羽はず神社に、私に合わせろ。あ、夜は寝る、あ、無理はしてない、ほんまに大丈夫かな、お任せ します、どうしようかな。展望台なんかあるんや、はず神社、はず岬か。兵庫からはるばる行ったのよ。え、兵庫県民なんや。なんか前に言ってたっけ。あー、そっか、ちょっとバーベキューしてたもんな。あー、貝が美味しいんや。嘘って書いておけど、ほんまっぽい、分からんけど。
電車で、あ、遠いよ。柿本が乗り気じゃない配信なんてつまらんやん。え、レナ配信の時はずっと乗り気やけど。乗り気だよ、安心してね。もう出へんけど、まあこんな感じでいいでしょう。ということで、あったまりましたかね。あー微妙やけど、まあまあ大丈夫なので下まつげやっていきます。下まつげのコツ言っていい？あ、ありがとう。下まつげのコツ言うな。ちょっとサイレーム振ってくれたから。フランでも言いよったやんって感じやけど、あの鏡をちょっと上に向けて上目遣いをしちゃいます。でちょっと涙袋に力入れんね。そしたら下まつげがぷくって浮かび出てくるから、そこでやります。そうなんですよ、メイクってめんどくさいんですよ。マジで分かってくれるあなたがすごい。で下まつげに当てますって感じですかね。でその後美容液を塗ってやるんですけど、ちょっと私はめんどくさいので塗りません。マスカラっていうのは何ですか？マスカラはね、まつげをね、あの黒く長くするものですね。え、クマって消えないんじゃないの？え、消えるん？え、じゃあちょっとやばくね、それ。ちょっと急ぎますね。じゃあ急ぎます。ちょっと、その涙袋に力入れるん、ちょっと笑う感じ、笑うまではいかんけど、ちょっと笑う感じで、でちょっとまつげパームが取れてるところもこの感じで上げて終わりー。しっかり電源切るようにしてください。終わりです、終わりです。あ、でちょっとまだなんですけど、まつげは終わり。まつげ一旦終わって、さすが涙袋さん、目の皮開け。あー、うまい。うまくね、それ。それうまいな。ちょっと眉毛描いてないから顔面薄いやんって感じなんやけど。で、次は、一応レナさん、今日ナチュラルメイク、レナ、あの、トーク会、握手会につけていく香水決めました。決めました。まだ言いませんけど。んで、あのチーク塗ります。チークって言ってもキラキラチークにあのラメ入れるだけ。言いませんね、言いません。唇の上と下、口笛、できてます。まあちょっとあれなんやけど、なんかみんなにいろいろ口笛の悪口を言われてるけど気にしませんぐらいかな。このほっぺの何ハイライトは重要だと思います、個人的に。今日はちょっとブサイクなんですけど、ちょっとあのラメ
あのここにさラメ塗ったらめっちゃ漏れんねんけど、目が今日はしんどいので、昨日もコンタクトずっとつけとったから、だから目がめっちゃラメとか入ったら痛くなるから、だからあの目と顔を休める日って大体一緒やん。だから今日はしません。何言ったことない？え、何やろ、一通り言われとお気すんねんけど何やろって感じです。で今日はあのメイクしてない感じやけど、今日のメイクはもう5点かな、5点、5点ですね。今年入って悪口じゃなくて、今までもそんなに悪口って言われたことない気がするすっぴんでも可愛い、そんなん言ってくれるみんなだけ、ほんまに。チリのテストに悪い、あそれちょっとあれか、チリ9点やったもんな、9点やったから確かに言ったことないかも。いじられはするけど、いじられるしいじり合いはするんですけど、私たちはしますが、そうですね、まぶたのラメは のあんまり目に入ることがないからつけますぐらいかな。うん、これで10点になった。そう、言い合いするやんレナたちって。結構ノーズシャドウしとこっかな今日は。じゃあ適当にあんま変わらんやろうけど、まあ、いいわこれで。以上メイク配信でした。あ、可愛くなったやろ、分かってるねそこの君、分かってるね、分かってるねそこの君、分かってるね。ちょマジでいい匂いの香水発見してん。なんかあの試供品的なやつでもらったやつがあってけど、俺な全然使ってなくて、でさ、なんか使ってなくてっていうか使ったことなくって、ノーズシャドウはなんか今日はもうすっすーで終わらしたなんかあれかなと思って。かわいいね、思ってないやろその言い方あ、ほんまや、6時ちょうどに終わった。そうそう、失礼しますね、バイバーイ。先生がここからメイク落としもう一回よろしくえ、それでなんか一回も使ってなくって、んでなんかみんなとさ、なんかあの香水何にしよっかなみたいな話にしとったやんか。んであの香水買った後に、ジルの香水買った後に、あのなんかないかなと思って試供品なんか置いとる、なんかさ化粧品とかさ、あの旅行とかさ行った時に使えるように置いとうところに、なんかお一個あるやんと思ってさ、でもこういうさ試供品の香水ってあんまり使わんし、なんかあの自分好みで買ってないやつやから、なんかうわ臭かったら嫌やなと思って匂ったら、えめっちゃいい匂いやんと思って、これ使おうかなって、まあまだ決定はしてないけどって思った。第一候補です。第一候補、めっちゃいい匂いするね。うん、いい匂い。そう、一回も使ってなくて、もっと早く使っとけばよかったと思って、もっと早く気づいとけば、なんか香水買って、あ、スクショタイムします。ちょっと待った、リップ入れたのあれな、リップこっちですねの出会いあ、そう、決定してないけどちょっと運命の出会いがあったから、ちょっと一応みんなにあのお伝えしましたって感じですね。はい、遠くからマスクしとるみんな、外していいんちゃう、そろそろあかんのかな、まだ
ちょさ、リップ薄くない？え、マジさ、この間もココハが言っとった気すんねんけど、配信になったら薄なんねん。それな、忘れてそう。1ピリカ、1ピリカ来ました。1ピリカいいですか？本人いますか？本人いますかね。鹿、鹿って言ったっけこれ。オーディションの時もあの言ったねんけど、鹿、鹿やったっけこのアバター。何系？何やろ、王道系。結構王道、あー分からん。何やろ、どんな匂い？分からん分からん。あ、鹿ワッフルや、鹿ワッフル。じゃあ名前はさ覚えとんねん。そう、名前覚えとんねんけど、名前あれなんや。うん、確かに王道違うな。でも結構なんかあれっていい感じですね。はい、シカワッフルさん。なんかほんまはこの読み方がなんかあれらしい。違うね、レナ、レナ専用の呼び方させてもらってます。名前ですね。手形に香水つけん、あ、つけるわ。じゃあつけれたら、つけれたらつけます。ということでお写真どっちも指させとうな、これ多分。親指パシャ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 。エローズじゃないな。ふざけてるって怒られそう。あ、これ成人クマタワーなんや。だからお花ついとんや。ごめんな、成人してないのにありがとう、ありがとうございます。イエーイ。ってことは今日限定なんや。え、嬉しい、嬉しいなそれおー、かわいい。ここにさ、あのクマおったら、あのこういうギフトも映えますよね。私の顔面がここにあっていろいろ映えるんですけど、はいイエーイ、パチパチパチー。はい、異論は認めないので、あの何言ってんのっていうコメントはあのやめてくださいね。はい、もう売ってると思いますけど、もう売ってると思いますけど。はいね、そういうね、はい、映えるとはとかねそういうのね、そういうのね、そういうのですよ。私がさっき言ったのはもう遅かったですね。もうちょっと早くに言っとけばよかったかなみんなのねことを、みんなの心の中が私は読めるので。はい、危な打ちとこやったんよ。それ、それ打ってきたらもう、何そうやね。多分な、レナが言うより、みんなの、あの、打っとう方が、早かったと思う。レナ結構早めに、そういうコメントやめてなって感じで言ったと思うねんけど、まあ、それより多分みんなの方が、あの、早くに、言ってたと思うので、ちょっと遅かったですね。遅かった私が悪いですね。すいませんね。そう、みんなとバチ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 関係です、私たちは。はい、これからも仲良しでいきましょう仲良しでいきましょう誰も、なんやろ、先読みした、先読み、先読みしたけどちょっとあかんかった。うざれな確かにうざれないな
星も、ね、星も可愛い、可愛くなる。ジーケだね、それな。絶対みんな早いと思ったもん。絶対早いと思った。レナも結構あのツッコミも早いと思ったんやけど、そうちょっとあかんかったな。みんなのみんなの勝ちですね、さっきのは。はい、みんなの勝利です。ワンメチはちゃんぽんで、いいね、ちゃんぽん、ちゃんぽんいいじゃない。今日めっちゃ寒くない？今日てか昨日めっちゃ寒くなかった？昨日の夜マジでさやばかった。そうファンじゃなくて仲良しぐらいならいい。いやいやいや、そこはファンであってほしいんですけど、はい、そこはファンであってほしいけどね。なんかみんなあれじゃん、 X のさあの紹介のとこにさ推し何々とかさファンですみたいな、何々誰々のファンですみたいな書いとうけど、なんか書きれな、あ仲良し矢印書きれなみたいな。めっちゃおもろない。仲良し書きれなみたいな。普通はなんか推し誰々だけど、仲良し書きれな。想像しただけでおもろいねんけど。え、名古屋降ったんや。長野はもう降りそう。書きれなは仲良しみたいな、推しじゃなくて仲良しみたいな。おもろくね。仲良し書きれなおもろい。仲良しっておらんよな、あまり見ないっていうか、おらんくね。おらんくね、それな。友達やん、友達書きれなになるんじゃん。この人かきれな友達なんと思ったら、なんかそこに友達かきれなっていう人がいっぱいおるっていう、回答人、そう仲良し面ってこと。あバチバチかきれなとバチバチですみたいな。会いに来る仲良しか会いに来ない仲良しかで、確かにな、確かに確かに確かに、それな。え、みんな友達になってくれるじゃあ。友達増える、この機会に友達増やしたいんですけど、友達増えますかね。ちょっと仲良し、ちょっと仲良し、ね、ちょっと嫌やなそれ。ちょっと仲良し嫌やな。まあ上さんの話は、いや、え全然全然みんな仲いい。うん、じゃあさ、友達柿本さんって書くやん、書くとして、レナがそれ見て、ああれなんで柿本さんのようにやろうって思うけど、あまあでも友達って言ったしなって嬉しがっとったら、違う柿本さんですみたいな。沖縄県の柿本さんですみたいな。やばくねそれ。いやそっからファンに発展させるっていう作戦を今頭の中で寝てたんやけど、友達止まりですか。友達止まりですかね。悪意あるものまね、いや悪意ないから。悪意ないし、悪意ないって、善意のみです、みんなのものまねは。かきれなのお兄ちゃんと仲良しって書くん。それビビるわ。そう沖縄の柿本さんと友達っていう感じで。なるほど、好きなのさ。友達からね、まずはね。って言って友達止まりなの、みんなは。苦手塾みが結局は。結局は会いに来ない可能性もあるっていうね。友達だからご飯屋さんの名前書くとか書けない。いいよ使って。使って使って。同級生にご飯屋さん、そうなんや、ちょっと惜しいな。え、そうなんや、そうなんや、友達かか。顔見知
チリなん。それあれやん、ちょっとなんか買い物とか行ってさ、なんか見つけてもちょっと隠れるタイプ。みんなさ、知り合いに会ったらさ、出先とかで声かけるタイプ、隠れるタイプ、なんかそういうのよく見えへん、隠れますみたいな。人によると思うけど、なんかたまにしか喋らへんクラスの子みたいな感覚の人やったらどうする、どうする、そういう感じの人の場合どうする、そういう感じの場合、そういう人と街中に会ったら、街中で会ったら、いや場所とね、はいはいはい、声かける前に、あ、見つかる、見つかるタイプなんや。レナ絶対先に見つけるタイプ、隠れる、絶対隠れる、隠れる、逃げる、声かけるけど、わしに、あ、声かける、かけれなった隠れちゃう、場面次第、あ、人といたら、お互い一人やったら、お互い一人、こっちが暇なら、声かけられそうになっても逃げる、アピールする、あ、先に気づいてっていう感じでな、ねえ声かけられそうになる、仲いい友達でも隠れる、嘘やろ。まあレナも確かにクラスでなんか挨拶ぐらいの程度の人やったら、まあ確かに隠れるけど、隠れるな、けど仲いい子やったら絶対話しかけんねんけど、あ、格好による、はい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 、え、マジどんなシチュエーション、なんやろな、買い物しとって、あ、自分から気づく、はいはいはい、いいですねみんなのタイプがタイプで分かれる、これは同期とばったりとか、あ、でもなんか事務所で、事務所の近くとかで会ったら、なんか前にココハとハナハナが2人で歩いとって、で顔は見えへんかったんやけど、めっちゃ遠くて、けどもうダッシュして、めっちゃダッシュして、わーって言って驚かしました。そういうのは大丈夫なんやけど、街中とかはまあまあいいやん、あいは隠れな、あ、隠れんねんな一瞬買い物してる、お互い一人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 、免疫で会ったら挨拶するよ、あ、レナに、レナに、あ、挨拶してくれるん、嬉しいそれ可愛いポーズ削がれるから声かけないでほしいはい、皆さん声かけるパッ、声かける人は声かけないでください気持ちが削がれるのでめっちゃおもろくね、声かけますみたいな、知り合いだったら声かけるよみたいな人と、逃げる人と、声かけられたら削がれるからの人がいますので相手のことをよく知った上で、はい、行動しましょう絶対に声かけれないし、かけないでください、声かけんの、レナでも、マジマジか、新幹線改札で電話して、お断りですお断りですね、はい、けど走ってるので、もし追いかけられたとしても、もうダッシュで逃げる、逃げるというか、逃げてなくても走ってるので、誰かから逃げてなくても走ってるから、目があったら声かける、あー、だからお互いがお互いの存在に気づいたら、あ、やっほーみたいな感じになるけどな、あ、自分から声かけてくれる、おー、なんか前にも聞いたんよ、なんかもしレナに街中で会ったら、ま、会ったらというか見かけたらやから、まあ、みんなの方が早くレナに気づいたら、レナに声かけるか、そのまま見るだけか、こっちも気づかれんようにするかみたいな。そうけど案外みんななんか声かけませんみたいな人が多かったですね、見るだけみたいな。そう、走ってる人結構いるえ、わからん、早歩きが多いけど、最近は昨日一昨日ぐらいは走った記憶がある、行きも帰りも。
あ、まず自分からね。はい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 。まあそういう人もいるよね、確かに。仲いい友達でもか。プライベート声かけない。牛がダッシュしてた、やばくね、それめっちゃ恥ずかしくね、それはやばい。たでも人多いやん名古屋駅って。なんかなんていうの、そこら辺のなんかちっちゃい駅とかじゃないから、まあ多分みんなにレナも気づかれへん気がする。下向いてほしい、レナ。ちょっとあの早く歩かなあかんとこやったら、三宮であったらケーキ一箱おごります。あ、マジで。マジでとか言って。いやいや、ちょっと気をつけますね。はい。プライベートは邪魔しない。そうなんや。声かけて無視してもらいたい。無視はせんな。めっちゃちょっとなんかあの話してもらうけど、それは良くないっていう頭があるので、そう走って去っていくかも。遠く会では話してください。ファンの人に声かけられたら、まあ、嬉しいけど、どういう感じかによるような。なんかかけるなって言われてるので、おお、って感じ。いや独り言は喋らへんけど、かけ終ってあるかな。それなに遭遇する可能性あるから、あの書き常に持っといてもらって。そうやね、走っとったら確かに声かけにくいよな。なんか知り合いとかなんかとか、でもでもレナもそうやね。ちょっと名古屋駅はな、あのもうダッシュができひんくて、特に朝午前中は。そう、あお店でもしレナに会ったら。めっちゃひどいやん。あの人ちょっと知り合いなんで払わしといてください言って逃げる。あなたの配信くらいで話してないな、それ。確かに頑張ってとかは嬉しいかも。お互い一言やったら嬉しい。もしその時刻、嬉しいねそれ。じゃあ勇気出しそうが。ウケるわそれ。いや名古屋駅ってさ、あの結構近く見えるところにさスタバがないやん。なんか地下かどっか行かなんかみたいな。それ結構困ってるんですよね私。新作が自分好みだった時は、ジュラシおごってくれたら分かりやすい。どういうこと。ジュラシを踊りながら歩くってことですか。確かに勇気いる。なくして全員に伝票に言う、怖っ、めっちゃ怖いやん。あ、コメランぐらいのね距離感ね。ないよ、スタバない、ない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 、絶対ない。え、どこのことそれ。え、どこ、え、なんか地下行かなあかんよな。まあ、どこの出口かによるけど、あ、1個しかないか。え、分からん。気づかれなかったエピソード、あ、だからこっちがファンの人を見つけるってことけど、案外さ名古屋駅ってさ人多いけど、なんかその人たちって結構なんていうんやろ、なんかスーツケース持っとったり、だからあの仕事の人とか旅行の人とか、なんかライブに行くとか、なんかそういう人のがさ多くない？え、外出てすぐにあるん？あ、じゃああれかも、レナがいつも通らんそうかも。うまいもんなんちゃらは行ったことないねんな。見るけど、あれが地下やんな。
青波線が分からへん、どこか。なんかもう分からへんねんの、名古屋土地勘なさすぎて。地下じゃない方に、嘘やん、ちょっとまた探そう。マジか、また探してみよう。まあそもそも名古屋か兵庫いないと合わない、まあ、確かにね。マックの向かいが、マックもあるん、わからん。ちょ、また探検しよう、時間あるとき名古屋駅探検してみたいと思います。探検します、任せて、探検するから。そうそうそう、目的持っとう人が多いんよ。そう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 、絶対探さないよ。バレたいやいや、でもスタバにマックやん、絶対見つけたいやん、そこは。なんか近くにあるところは、なんか例えば乗り換えのさ、時間がない、あ、時間待つ時とかは有能やん。だからちょっと探そう、探します。え、ドトールはどこのドトールやろう。え、そこはわかる。え、最近めっちゃ聞いてほしい、これ言ったっけ、レナ、ココハには言ったね。あれ、みんなに言ったっけ、あのドトールとか言っていいんかな、言っていいかわからんねんけど、のあのチョコチップクッキーにめっちゃハマっとって、マジ美味しいねん、ほんまに美味しい。誰かハッシュタグで載せといてくれ。ほら、いいと思うかもしれん。あ、聞いた？言ったっけ？言ったか。いや、あのサンドじゃないで、あのエビとか、あのアボカドが入っとう、サーモンとか入っとるサンドも美味しいねんけど、それじゃなくて、言ったな、言ったっけ、え、言った、あ、そう、チョコチップクッキー、え、サンドの話も言ったよな。え、そのチョコチップほんまに食べてほしい、めっちゃ美味しいね。そう、チョコチップクッキー、なんかクッキーっていうか、なんかサクッとはしてないねんけど、いや、サンド言ったよな、サンドとあの一緒に買うねんけど、でもサンド買ってチョコチップクッキー食べたくて、あ、メールでか、言ったんやけど、メールで言ったやねんけど、めっちゃ美味しくて、ほんまに食べて。あ、そう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 、しっとり系、しっとり系、え、マジでもうめっちゃ甘くて、これやばいよな、こんなん全部食べたら普通に弱くねって感じぐらい甘いし、やねんけど、もうめっちゃ美味しいね、ほんまに美味しい。チョコ食べれません、もうな、ほんまにもう食べれんくても食べれるってぐらい美味しいね。まあ無理やろうけど、チョコ無理な人は無理かもしれんけど、ほんまに美味しいね、マジマジマジ、これガチ、嘘ついてない。劇場まで行かないと、どうやらなんか悲しい。劇場の近くにあるん、あるんかな。え、マジで、あの、ほんまに美味しいねん。で、もうレナはもう残り10分後とかに新幹線が出るとしても、もうほんまにマジで、あの、マジで、あの、ドトールには絶対寄る。あ、1階にあるんや。え、ドトールで何飲むの。ほうじ茶かも、今やったら。抹茶か。あれ、でもサブよりドトル派、サンド。パンが美味しいよな、味が。一回、え、わからん、あるかな、また寄ってみよう。え、マジで、ほんまにマジでみんな食べて。いや、兵庫にもあんねんけど、なんか新幹線で食べたいなって思うねんけど、毎回新幹線で、あの、食べれへんねんな、お腹いっぱいになって思って。そう、やばい、詰め割れた、最悪、もう最悪、うん、え、昨日さ、あのマイク当たってさ、爪思いっきり割れてん、思いっきりっていうか、なんか上の方だけちょっとパキってかけた。え、メイク終わった、ドトールから先に行くと、え、あの先に青波線的なやつがあるん、へえ。一回さ、イサバイフしあげといて、ありがとう、見とこう、待ち合わせしません。
くやってできたチョコチップ、え、食べて、ほんまに美味しいねん。え、もうマジ今すぐ食べてほしい、ほんまに美味しいから。マジもう100枚ぐらい食べれそう結構でかいねんけど、こんぐらいでかいねん。そうやねんけど、マジもう100枚ぐらい食べれる。それはちょっと思ったけどマイクの後で、いやほんまに当たって爪割れて、なんか嘘つき扱いみたいにせんとってよね、2年後ね、私男なんや、おめでたーじゃん。え、そうやね、なんか昨日もさ、あのやばい、あと10分間に合うかな、けどチョコチップ絶対買いたいねんなーとか思って、あのめっちゃごめんなさい急いでるんですみたいな感じの顔で、あの買って新幹線乗ったそうあるある。え、最近だからマジでなんかもう3日連続ぐらいあのドトールのチョコチップ買った気がする。いや、そうマイクにね、歯もねぶつける、めっちゃ痛いねんで、マジで。レナほんまにさ、前歯出とうから、前歯出っ歯やから、あのマイク当たっていったと思って、あのよし歯ちょっと戻ったかなとか思わへんけど、マジ痛すぎて、そんぐらい痛いねほんまに痛いんよ。年後もアイドルで、そう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 、匂わせとくなマジで痛くて、え、なんかさ写真送っていいんかなと思って、そう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 、今後卒業できんかったらドトール禁止まあ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 、いいでしょう、いいでしょう、その条件飲み込もうじゃないか。いやマジで歯、はあ、いったみたいになんねん。でもみんなよくぶつけてる、そう、おもろいなほんまに痛いねんからな、マジでほんまに痛いねんで、そうちょっと歯、はあ、戻ったかなみたいな、いったってなんねんけど、ちょっと歯、はあ、戻ってくれって内心を持ってそのまま踊り続けるっていう。え、そうやね、明日から学校やね、ほんまにショック。なんかあの結構今回忙しくて、普通になんか今日ほんまに昼過ぎぐらいまで寝て幸せって思って起きて、なんか今日日曜日なんかなと思って、明日も一日休みあるかなみたいな感じで思ったら、待って、今日って冬休み最終日やみたいな、きつーって思いましたはい、思いましたね。え、そうやね、出っ歯なんやん、出っ歯なんよ、なんか分からんけど、そう矯正途中で放棄したから、痛すぎてサボって出っ歯になっちゃいましたいや、ここ行きますけど行きますけど急に現実来てん、やばかった、急に現実来た、マジ悲しすぎて、そう、まあ最悪みたいな、ほんまにだるない、え、無理、普通に、なあみんなこの気持ち、あーやばい、憂鬱になってきたなあマジやばいやばい、普通にやばい。エレナ宿題ないねんけど、ないないない、宿題ないと思う。え、わからん、怖い、ピアノのテストしかない、休み明けの そう、あ、ちょっと頭皮見せたからよしよししてくれた感じそれな、みんな通ってきた道よな。え、マジさ、あのほんまになんであれなんやろ、休みってないの。今日休みでしたけどそう、明日から学校なんですよ、頑張りますね、頑張る、ほんまにきつない。え、でも明日一日あるんかな、え、明日昼前なんかな、え、無理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 、それによってモチベが変わる。え、無理、普通に、どっちなんやろ。え、マジでレナに関しては結構やばいから、そうてかさ、休みがなんか
少なくてとか言ったかんけどそんなそれでも頑張れよって感じなんやけど、え、そう、でももうほんまに考えたらあと2ヶ月ぐらいでさ卒業式なんですよ。早くね、マジで。もうこの間入学した気するんよ、レノ的に。まあ久々にね友達に会えるって言っても友達いないんですけどそう、まああとちょっとしかないし高校自体だから頑張るって感じなんですけどそうだから頑張ります。え、みんなもさ明日から学校なんかな。みんな、あ、学校じゃないわ、お仕事。まあ、学校の人もいると思うんですけど、予定始まりますか明日から。まあ、先週からっていう人もおるし、まあ、仕事によってはさなんか31日も仕事ですみたいな人もいたんですが、きつくない普通に。明日から学校行くかな学校まあ3連休明けやからな。そうそうそう、マジで、え、めっちゃ聞いてほしくて、昨日あの8時間レッスンやってんな。8時間レッスンやって、あの今日朝起きたらもう体バキバキで、ほんまにやばくて、めっちゃ朝からずっとストレッチしとったけどめっちゃ痛くてやばないマジでやばくてさもう一生なんかどっか痛いみたいな、どっか釣りそうみたいな。そう、やばい、ほんまに笑いすぎてちゃう。でも案外腹筋使わんくない、ダンスって。分からんけど、いや昨日はかなりハードでしたね。でお弁当出たやんか、お弁当をあのいただいたんですが、お弁当もう30分休憩があって、お弁当休憩あって、でもさお弁当全部食べたら30分後やから、あの動けんくなるなと思って、まあ半分残してみたいな、そうやったんやけど、やばかった。あ、でめっちゃ聞いてほしい。昨日なんかもう8時間レッスンっていうのは分かってたから、なんかもう絶対お弁当休憩までにお腹減ると思って、あのチョコのお菓子を朝新幹線乗る前に2個買っていってんな、2個買っていって、よっ、ごめんなさい 20% でーす。で、あの2個買ってって、で、あの練習中お腹絶対減るから食べようと思って、違う、新幹線で全部食べてない、あの合間、そう、練習の合間にちょっとずつチョコを食べてお弁当休憩まで忍んでいましたっていうね。で休みのためになんかずっとレノだけお菓子食べとみたいな、みんなは水とか飲んで我慢しとんのに、無理、もう無理、糖分足りひん、もう動けへんとか言って一人でちょびってチョコ一口食べてもぐもぐしながら戻るっていう。そうだからさ、もうレナよりさ年下の人もいるわけじゃないですか。だからあのでもなんかみんなにさ、なんかえいる？チョコいる？みたいな、チョコっていうかあの今さなんかいちご味のなんかたけのこの里みたいなあるの分かるかな、あのいちごとチョコ味みたいな、いちごとコラボ中のたけのこの里みたいながあって、え、もうほんまにそうやねん、レナ糖分なかったらマジでもうほんまに話聞けんくなるぐらい、話聞けんっていうかもう何が誰が何言っとくか分からへんし、え、もうこの現状何みたいな感じになってまうねん、マジでほんまにで、え、そう、そのたけのこの里をあのちっちゃめのやつなをあの開けて、あのちょっとずつ食べとったんやけど、レッスン中に、え、みんないるみたいな、みんなはいはい、ちょ食べみたいな、もう食べな、ほんまにしんどいから食べた方がいいでみたいな言っとんのに、なんかあのみんないやいいみたいな、そうなんですよ、ココハとか特に、え、じゃあココハ絶対食べた方がいいでみたいな
水置いとうとこが横やって、え絶対サビときみたいな、もう絶対あげるあげるあげるみたいな言っとんのに、なんかあげるっていうかもう食べてみたいな言ったのに、そう勝手に糖分取らせようとして、そしたら いいよいいみたいな言われてさ、えなんでみたいな、みんなすごくね、お腹減らへんの、えマジすごくないみんなそう勝手に糖分取ってほしいなって思ってたら、あのいやいらねえよみたいな感じで、そうみんな意識高いんかなあれなんか怖いからみんな、あいいいいですみたいな、いや違うなんか普通に分からんけどみんないいみたいな、そうなんだやろな、しもうレナだけずっともぐもぐしとんねん、あのもう水休憩のたびにやばいやばい死ぬ死ぬチョコチョコ、うん生き返るみたいなえココミンキノコ派なんや、えそうなんや、じゃあちょっと次はキノコ持っていきます、キノコ持って行ってみよ そうみんなで共犯しようと思ったらなんか、ね、自分だけ食べんのとかちょっとなんか恥ずかしいよ、なんかお前 なんだよみたいな、高三もう高三なのにみたいな、そのタケノコの里なんか食ってんじゃねえみたいな思われそうやん、ちょっとなんか我慢しろよそれぐらいみたいな思われそうかなって思ったんやけど、そうもうほんまに糖質なくなってきたらもう自分でもわかんねん、あやばいあやばいそろそろやばいあやばいあもう話もうこうあはい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 みたいなえ次って何の曲え何何何みたいな、お前こんなんなってまうねんいやまあ堂々と食べてますけど、そうほんまにあ食べえ食べてみて、ほんまに美味しいから、いちごの里えタケノコの里のいちごいちごの里やってほんまに美味しいから、そうストロベリーチョコボックス、えー何名前から美味しそう、えーどんなんやろう気になる、確かにその場見てそういや満腹でも右から左はしません、いやいつも違うねんけどいやいやいや満腹状態は大丈夫だから、あのお弁当食べてからの、あのもう一回レッスンあったんやけど休憩挟んでからやから、お弁当食べた後のレッスンはもうめっちゃ元気やった、もうお腹いっぱいだぜ最高みたいなまだまだ踊るぜみたいな感じでそう大丈夫やった、そうそうそうえ買ってみて、たけのこの里のいちごめっちゃ美味しいから、えマジでもうラムネとかじゃ足りひんねん、もうほんまにチョコとかじゃないと無理で、そうそうえそうめっちゃ眠くなる、そう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 眠くなるんですよ、満腹になったらガーナとサベリーチョコグレーレコやな何クソなんだよそうやねん、そうクソガキなんですよ私は18にもなってあ、わかる、タケノコの里のクッキーわかるわ、チョコだけ欲しいよね、じゃあチョコ食えってなんねんけど、そうやねんふんふんふん、良さそうな、えそれな、なんかチョコずっと持っときたいもん、なんかマイク代わりにチョコ持っときたい、ほんまにそう、ほんまにお腹減りすぎてもう何もできんくなってまうねんな、レナ、そうやねん、だからいつもタケノコの里のあのいちごさんに助けてもらってます、えアポロもあかんのよ、なんかちっちゃいやん、あれなんかちっちゃすぎてなんか足りねえよこんなものじゃってなるんですよそうエネルギーめっちゃ消費してんねん多分レナだけだって、あの朝の新幹線とかでおにぎり一つ食べて、なんかまあ、その時はお腹いっぱいやからさ、なんかおにぎりもう一個食べようとかそういう食欲ではないんよ、だからおにぎり食べてでそのまま移動してレッスン始まりますっていうか、もうまず移動してでレッスン始まる頃にはまあだから3時間後ぐらいかな、大体ぐらいにはもうほんまにお腹減っとんねん、そうそうなんですよ、なんか小食じゃないんやな、案外っていうか、なんかもう間食になんか食べな集中力切れる、別に食べんでもいいんよ、
そう食べんでも全然いいねんけど、なんか例えばなんかそれがあのなんやろな、まあ、レッスンじゃなくて、うーんなんやろ、うーんレッスンじゃなくてなんやろな、例えば何なんかあるかな、うーんあ学校とか、学校とかなんかただただ移動とかだけやったら別にもうお腹減っとってもうほっとけるんよ。もうなんか食べなやばいっていう感じじゃなくて、そのダンスとかの時、撮影とかの時はお腹減って何もできんくなるんよ集中できんくない、なんか集中しなあかん時のお腹減りは食べな、集中しなあかんやん、だから食べんねんけど、別に集中せんでいい、そういう休みの日とかにお腹減ってもなんか食べようとかはないんよ。そう、いやサバイバルですから、そうそうそう、集中しなあかん時はだからなんか食べなやばいから食べるって感じ、別に食べたくて食べたわけじゃないんよなんか言い訳めっちゃ必死に言い訳しそう人みたいになってまんねんけど、そう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 、もう学校が集中しない場所っていうあれはおかしいですけど、そう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 、そうやん、学校はまあ大体寝とん、まあ、寝てもお腹減んねんけどそれでいいよじゃん片手にチョコそうそうそう、生きるためにチョコを摂取するっていう、そう別にもう今日はだらだらしてなんかもう何にもせんとこうみたいな、もうほんまに生きてるみたいな感じの時以外はもうほんまにチョコなんか食べへん、チョコとかもう全然完食もせえへんし、お腹減ってもご飯食べへんみたいな感じなんやけど、そう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 、お菓子食べて集中できるなら食べるしかないやんそれな、疑われてないのにずっと喋っとマグネシウムが足りてない？そうなん？マグネシウムってなんやろ？なんやろマグネシウム？マグネシウムって何？ブロッコリー的な？わからんけど、なんか適当に言ってみた。ブロッコリーかもみたいな。マグネシウムブロッコリーじゃねえみたいな。もう適当に言ってみた。な、あれなんかレナだけなんか美味しそうなもの持ってね。よく見たらチョコみたいな。え、学校で寝たことない？嘘、絶対嘘やんそれ。いつも適当やいやそんなことはないんですけど、はい、そんなことはないですが、アーモンド、アーモンドなんやマグネシウム。あ、お魚とか、お魚、お魚？え、鉄分不足でそんなんなるん？え、そうなん？へぇ、まだやってました実は。もう終わります。でも 13% しかないからメイク余裕で終わってるし、テロップ消してないしみたいな感じじゃあ終わろうじゃあ終わりまーす別れは突然、別れは突然。え、そう爪なやばいねん。そう忙しくてさ、あの全然あれしてない、直してない、割れたところ。あ、サプリメントねやろう。ブロッコリーもなんかマグネシウムみたい、聞いたことあるんよ。サプリ買おう。あ、小魚とアーモンド、うん確かに。今くらいの口？結構赤いんよこれ、だいぶ赤いんよ本当で見たら。まだ終わってないんじゃない終わってますよ。おやすみ、またね、また配信。あー分からん、できたらする。でもできるともう分からんけど、多分できるかな。できんかったらごめんってことで、またね、ありがとう。私より私のことを分かってくれてる方が100日記念にもらいました。イエーイ。
ということで今年もたくさん会いましょう。じゃあねー、バイバーイ、バイ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 。寝ませんよ、眠そうやけど、バーイ、バイ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 。またやるなら配信予定を立てておきます。ってことで